はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12月は1日のまったりとした午後でございまして、12時25分ですね。アルコールをねやめてるんです。昨日からかな、昨日からやめて、ですね、今日は2日目ですね、丸2日目でございまして、抗生物質を効かすために足が痛いんですよね。なんかバイキン入ったみたいで、むくんでてですね、抗生物質を飲んでるんですけど、お酒飲んだら効きませんよと言われてて、ほんまに効かへんからやめなしゃあないなと思ってやめて2日目でございます。はい、まったりしてません。いきましょう。日本経済新聞でございまして、11月30日、昨日ですねの記事です。日本のオフィスビル投資偏重、海外勢4年ぶり売り越しへというタイトルでして、読めるとこだけ読めますね。この記事のポイント、海外勢国内オフィスビルの買い手から売り手にと、欧米市況の悪化を受け日本で益出し、金利上昇で投資妙味薄れる懸念もと。これまだ懸念ですけどね。国内のオフィスビル投資に偏重の兆しが出てきた。金利上昇に伴う海外不動産不況の煽りで牽引役だった海外勢は2023年にか4年ぶりに売り越しに転じる見通しだ。賃料も新型コロナウイルス禍を経てなお下がり続けている。住宅を含む不動産投資全体は堅調だが、日銀が金融正常うにょにょにょって書いてますね。海外勢が売り越しに転じたということはですね、なんかリーマンショックの後を思い出しますね。日本の不動産、じゃあまあまあオフィスビルね、オフィスビルに限って言うとですね、例えば都心だとですね、利回りが3% とかって当たり前なんですね。ところがですね、海外勢がガンガン買っていたんです。なんでかっていうと、海外からお金持ってくるでしょう。で、お金を持ってきて、それを頭金にしてですね、あとはですね、銀行融資を引っ張るんですよ。で、銀行融資を引っ張るとね、今ね、コンマ1とかコンマ2で引っ張れるんですよ。で、コンマ2とかで引っ張ってですね、例えば、2割頭金入れて、8割をコンマ2で引っ張ったとしますよね。で、そのビルを買ってですね、3% で回したらですね、元の金額のですね、なんです、5×ですね、5×3 ですから 15% ぐらいで回るんですね。いや、12% か、ぐらいで回るんですね。まあ 3.1% として 0.1 で引っ張ったらね、単純に言うと 12% ぐらい回るわけです。それはね、美味しいでしょ。ね、美味しいからゴンゴン来てたわけですよ。で、だから日本のオフィスビル、都心のオフィスビルの価格は下がらなかったんですね。むしろ上がっていたわけでして、で、構造的にはですね、リーマンショック前と本当によく似て、ファンドバブルの時と非常によく似てる構造だったんですけども、今年はですね、売りに転じたということになります。で、なぜ売りに転じたかというと、その利益構造は変わらないんですけども、その 15% 回るというね。利益構造は変わらないんですけども、ですね、海外今ビル下がってるんですね。特にアメリカとか。下がってて、そこで損失が生じてるわけですよ。その損失を補填するためにですね、日本でビルを売るとですね、例えば2年前に来ました、2年前に10億って何ぐらいだな、もうその、50億で買いました、ビルをね。日本で50億買いました。今売ったらですね、その50億のビルがですね、普通にですね、まあ60億では売れるかな。で、60億で売れた上に、それをドルに直すとですね、さらに1割増えるわけですね。
とするとですね、50億のビルを買ってですね、60億になって、さらに5億、5億か6億減るから、15、6億の粗利が出るわけですね。で、それを向こうに持ってって、ファンドに戻してですね、向こう、アメリカのビルで生じた損金を補填すると。まあ、そういうことをしているわけだと思います。それでですね、まあ、辻褄を合わせているわけです。で、この先ですね、彼らは多分変動で借りてるんですね、金利は。で、この先、上田さんがですね、金利を上げる素振りを見せています。で、金利上げるとですね、彼らの利回りが悪化します。だから今高い利回りのうちに売っとこうぜということなのかなと私は勝手に想像します。で、ですね、今世界的にね、ビルの価格って下がり傾向があります。海外ファンドは中国の不動産ってあんまり買いませんから、日本って買いやすいんですね。ものすごく買いやすい、日本の場合。まず、法的な制約はありません。海外勢が日本の不動産を顔につけてですね、当局の規制があったりしません。お金出したらいいだけの話なんですよ。まあ、それだけに非常に買いやすいっていう法制面かながあります。その次にですね、日本は金利が安い。だから円で借りる分にはですね、コンマ1とかコンマ2で借りられるわけですね。もうただみたいなもんです。だからですね、円で借りると。というのは、もう、円で買い、で、非常に安い。資金調達コストが安い。で、さらにですね、東京都心であればですね、3% とかという利回りもですね、非常に安定してるんですよ。そうそうこれがですね、3% が 2% になったり、1.5% になったりすることは少ないんですね。ただまあちょっとね、このコロナでね、若干そこは揺らいでるところは出てきたわけですね。なんでですね、海外でもちょっと引けてきたのかなという感じはしますね。はい。で、ですね、今年は売り越しということでした。まだですね、日本のオフィス関連の、まあ、オフィスビルですね、の値段が下がったというようなことは一切ございません。むしろまだ上がってる感じがしますけどね。ただガンガン上がってるという感じはもうなくなりましたね。なんで、ちょっと変調を期待しているかなという流れです。で、アメリカのですね、アメリカの商業用不動産って、まあ、日本でオフィスビルなんですけど、はですね、変調を期待しています。ちょっと下がり気味かなという感じですね。で、アメリカの不動産ね、でかいですからね、アメリカっていうのは。だから僕らが見るのはですね、ニューヨークとかですね、あっちの東部、あるいはサンフランシスコみたいな、そういう不動産を見てるんですけど、あんまり下がってる感じはしませんね。サンフランシスコの住宅は一部下がってる感じはしますけども。まあ下がるとしても、まあこれからかもしれませんね。ずっと上がってきましたんで、アメリカの住宅、オフィスもですね。今ちょっと踊り場に来てるのかもしれません。ただ、もう上がってるという感じはしませんね。いつ下がんにゃーという感じですね。ここに来てアメリカの金利がですね、来年あたり下がるかもしれへんやんとこうなってるでしょ。それを睨んでるわけですね。金利が下がるとですね、不動産はどっちかいうとですね、上がり傾向に行くというのは普通のセオリーでございます。だからそこまで我慢したらいけるんちゃうんかなというふうに、不動産オーナーたちは見ている可能性がありますね。まあどうなるかは分かりませんけども。はい。ということでですね、ちょっと日本の不動産もね、不動産、まあオフィスビルもですね、この先ですね、まあやばい局面が来そうです。というのはですね、今年23年はいっぱいいっぱい新築のオフィスビル床がですね、誕生してですね、かなりリーシングに苦戦をしています。
でこれはもう去年からこの傾向はですねもう続いてるわけであって、去年の一時期なんかはですね2ヶ月連続でですね新築ビル の空室率が4割を超えたなんてこともありました。今でも2割は超えてるんですね。なんでですねこれこういった傾向がですね、今年も続きましたし次2025年にまたいっぱい供給があるんですね。だからですね当面オフィスは厳しい状況は続くんちゃうかなと、で値段もじわじわと来年あたりは下がってくるんちゃうかなという気はしますね。はい、ということでこのですね日経新聞のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。